あと。はい、こんにちは、めめですと。はい、こんにちは、カエティです。というわけでね。はい。今回は何の動画でしょうか。今回は、セインツロー・ザ・サードですね。はい。今回はというか、何回目かの。ね。久しぶり動画ということで、はい。うん。あれ？はい。なんか今、おばさんもいますけど。あれ？何？はい、あれからちょっとね、時間が経ちまして、今のメメはこんな感じになっております。いかがでしょうか？ちょっとぐるっと一周。はい。はい。いい感じになってるかも。ちょっとね、私とお揃いじゃない、その入れ墨、タトゥー、ほら。位置と、はい、花、ほら。そう。あ、ほんまや。お揃いですな。はが、はからずとも。同じようなセクシーさですね。お揃いでもセクシーさ、どこが。むっちゃ胸板熱いけど。まあじゃあ、カジどうぞ、先に出てていいよ。はい。はい。だけどね、ちょっとね、ストーリーどれぐらい進んだかも、ちょっとやってみようかということで。うん。ちょこちょこね、進めているんですね、ストーリーのクエストというか、ミッション。そうそうそう。ミッションもね、アクティブなんとかもやってるし。うん。これどこだ？あんまりわかってない。あ、車がありますね。ね、ちょっと、うん、じゃあ、ちょっとミッション行くために、カジ、うん、俺が迎えに行くから待っててよ。はい、メメカー出すから。あ、ほんと？うん。じゃあお願いしよう、はい。セクシーなお姉さんがいっぱいいらっしゃいますね、ここに。キキー！あ、来た。え？キキー！何これ？メメスペシャルカー。メメスペシャルエディション。前回って、前回って、ほら、かわいそうね。うん。なんか、来る、あ、お姉さん倒れたんですけど。お姉さん事故だね、これ。どうぞ、メメカー。何出てるん、これ。この槍みたいなやつ。槍っていうか、あれ？あなたそんな顔でしたっけ？ちょっと変わってるんやけど。変わってないよ、ほら。てか、これ何このゴーカートみたいなやつ。謎のレスラーになっただけだよ、ほら。うん、次わさびって書いてるよ、この車。てか、何かっこいい。ほら、乗って乗って、はい。行こう行こう。これでアクを買ってみよう。ね、時には、この悪者を成敗しに行く、このメメカーです。行きましょう。音楽をかけましょうかね。クラシックでもかけましょうか。クラシック？なんか、すごく乗り心地が。痛い。あ、怒られた。あ、違う違う。パに当ててる。違うね。違うね。聞いたし。悪いことしようとしたんちゃうね。あ、待って待って待って。どうこの目が。その槍は何なんですか、さっきからずっと気になってるんですけど。槍も出るよ、この車は。いでー！いや、槍出る人、あ、また。あ、警察ついたよ、マーク。しかも、ニトロ持って、今、あれやから、積んだからね、この車。え、なんこの車。可愛くない？これ、頑張って作ったんよ。いや、可愛い、可愛いけど。あ、監視クリックに入ってしもうた。これはカスタマイズでこんなことになったんです。監視区域って何これ。はい、えらいことになってるよ。あー、今回ね、車をね、改造することができるので、今回もっていうか知らんけどね、前作は。うん。ね、自分で改造した車があったりできるんで。うん。逃げるぞー、わー、うん、わー、いてーあっ見つけたツール。ちょっと、撃っとこうか。あ、私武器まだ持ってなかった。さっきやばいよこれ。ちょっと。ちょっと運転任した。え？メメカーの運転任した。任されてもこれ困るんですけど。あれ？はいはいに押したかったのに。また乗ってるし。いや、あのよし行こう、はい、逃げよう。ちょっと次の土地はどこにあるんだろうね、記事は。知らない。あ、アジトに一回帰って帰ってきた。そう。あ、死んじゃう。裏道や。こういう時にコンパクトカーになったメメカーの利点が。生かされる。へぇー。ねえ。へぇー。というか、うん。ショートカット見つけた。結構もうボロボロになっとるよ、後ろ。この車。はい、ミッション。残念ながら。マジでほんまや。うん、ボコボコじゃん。結構ボコボコじゃん。ちょっと逃げよう。
目的地までとりあえず行って。何プロポーズされてるんだって。マジで。何何？すごい。これ。早くてもでね。マシンガンにしよう。ね、これちょっとね、ストーリーを進めてみたので、久しぶりね。うん。ね。まあ、いろいろとありますが。後ろからの手を打って。すごいかっこいい。のけぞって見ながら。お、かっこいいですね。私かっこいいですね。いや、メメカもかっこいいよ、ほら。謎の覆面レスラーだから。誰だ、こいつは。着替えてくるとは思わんかったわ。いやいやいや。てか、私初めてなんですけど、こんな格好見るの。だけど、まあ、チアリーダーもそうですけど。ね、うん、ね、実はこっそりメメこんなことしましたから。ね結構骨刺したし、なんかね、ある日、えらい夜更かしてるなって思ってたんですけど。そうそう。実は夜な夜なこんな感じで、メメカード、メメレスラーを作っておりました。メメレスラーね、悪役のレスラーですかこれは。ヒールですか。めっちゃええもんですよ。あ、そうな。あの、個人に、ファイトマネーを。そう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 。助けてあげるやつ。まだやってるよ、こいつら。Put the gun down. ね、懐かしきパークくんがいたんです。ね。見覚えのある方は、オープニングの彼です。銀行のね。ね、銀行だったっけ？銀行ですよね。そうそう、銀行強盗みたいな。Play nice now. You got the stuff, Pierce. お。あ、レオミフレ。なんだろ。あ、まだチェスが。おー、俺の方やとレスラーがめっちゃ持ってるからね。というわけで、なんだろう。レスラーがね。ハリ枯れるのかな。え、めっちゃいっぱい。火炎瓶？火炎瓶？どうかなんて。じゃあまあ、カイティ運転任すよ。はい。カイティ任した。よいしょ。あれ、ここに女の人がなんか面白い挑発ポーズしてる。へい。なんかやってるよ。どっちが素敵か、素敵勝負しようぜ。あ、おっぷいって言ったやつだよ。カジ乗って乗ってじゃん。はい、乗るから。てか、あの、車どうなってんのあれ。なんか煙上がってないです、あの入り口。見てみて。どこの煙車？え、うちのアジトの入り口、ほら。あメメカーが、メメカー乗れたのだ。よかった。はい。はい、え、別で行くん？いいよ、別々で来いじゃん。はい。え、そうなん？ついていくから帰っていいの。ついてこれる？うん、ついていくよ。メメカーバカにしたな、今。メメカースペシャルチューンだよ。しかも最初からもう道間違えてるよ、大事で。え？これ、ナビ通りに今。俺だってやれ？まあ、青い点々で行ったんですけど。ほんま？うん。もうすでに道が違うよ。ほんと。ピキーまた、ドリフトしてるじゃん。おっと。セリフドライブしてる。ドリフトしてるじゃん。どこどこ？帰りが早いね。ねえ。メメゴーカートちょっと遅いからさ、待ってくれないかな、ちょっと。そろそろ100円が切れるところでな。そうそう。ファーン、ファーン、ファーンって曲回ってるからね、今。あ、ちょっと帰りが早いわ。しかもなんか俺警察に追われてんだけど。もう着くよ。ちょっとなんか取れたけど。え、ちょっと旗を燃やすって書いてるけど。旗？燃やせ。勝手に燃やしやがれ。早く来て。来てる？うん。あ、上に上がっていくんか。ただ私の車がゴーカートだということを忘れないでほしいね。ゴーカート。中に入りますよ。入っていいけど、めっちゃ入り口がもうあれだらけなんだけど。あの、警察だらけで偉いことになってんだけど。あ、引きずり下ろされた。ゴーカートから。謎のレスラー地面に転がってるよ、めっちゃ。うるせえ。これだ、上かな？上だな。もう屋内の方で頑張ってますよ、私。マジで？もうエレベーター乗ったよ。あれ？エレベーター？歩いて登らないといけないの？これ。あ、そうなの？エレベーターあったわ。あるだろ？うん。え？エレベーターでも動かないよ。あれ？あ、私後ろにいる、あなたの。
うん、見た見た。この下にあるよ。あの、ま、いや、マークが。書いて書いて、はい。エレベーター、エレベーター。おいでおいで。ここ？え、下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 。降りるん？そうそうそう。いっぱい降りやん。降りよ、いっぱい。はいはいはい。行かないね。うん。多分敵倒さないといけないんじゃないこれ。わからんけど。いまいちわかりませんな。うん。足で登ろうか。え、足で登れないだろう。登れないよね。うん。どっから行けばいいんだろうか。あ、それの書いて今、火炎瓶投げ放題で。あ、ほんま。もう投げまくったらいいよ。おい、祭りや祭り。やっつけた？まだやっつけてないよね。うん。いや、でも赤い点が出てるから、これ倒したらいけるん違うの？そうなの？うん、えいやー。燃やしたら燃やしたら書いて、書いてよ、どみの放火や。え？いつそんなんとこ行って言った？すいません。そんな、物騒なこと言わないでください。私のイメージが。ねえ、もう。うん。残り少ないイメージがね。残り少ないイメージって何？えいや。なんかプラスみたいな感じ。あれ？点があるのに人がいない。いて。はい、ちょっと上においで、上に。上？何階？いや、階段の上。さっきフラフラ歩いてたとこ。さっきそこから行けないって言うから降りたのに。いや、もうわかんないよ。ストーリーちょっとわかんないから困るよね。うわ、三つ下から入ってきた特殊部隊が。この奥の奥っぽいんだけどな。壁はないだろう。この上ですよね、まだね。うん。これのエレベーターで入れるんじゃない？ヘイ！ヘイヘイ！もうミッションインポッシブルみたいに、あの、エレベーターなんか伝っていくよ。実は見てないからわかんない。案内図でも見ましょうか。わからん。壁が穴開くん、ほんと。まさか。だよな。旗やから、でも。外からどっか行けるとこあるんかな。マジで？もしかしたら外から。からん。ちょっと外行ってみる？でも、ちょ、行ってて。もうすでにまた行き詰まった。あの位置なんですけど。ああれじゃないん？こっからこうやって投げたいんじゃない？ほら。いけるの？いけた。あ、ほんまやん。あれが旗だ。中入らなくてもよかったんじゃ。よかったんですね。あ、戻れだって。よし。やばいやばい。戻るよー。戻るよー。矢印出てないんだけど、戦術級の。あ、出た。世界中誘導してやる。ついておい。はい。俺が先陣切るから。先陣ね。はい。OK。任せろ。あ、いいですね。先陣、あれ先陣いないよ。待って、めっちゃ弾が。カイティを追った敵が俺をめっちゃ途中で見つけて撃ってくるんだけど。やめて。だって先陣とか言ってもう抜かされてるし、すぐ。完全にしんがり状態じゃん、これ。待って。危ない。あと500メートル。しかし、メメゴーカートめっちゃチューンアップしたのに。なんかニトロ積んでるとかさっき自慢してましたよね。うん、ニトロ使って、敵の警察の加速に、あ、火吹いとった俺の車、ポップなぁ。あ、あ、歩行者になった。歩行者助けて。ちょっと。え、迎えに行きましょうか？迎えに来て、車。あ、私とも燃えとる。やばい。あっつー。あ、でしょ、お尻に火ついた。うん、いいんじゃない？ケツが青いから赤くなるだけで。迎えに行かんよ。なんでいいよ。え、いいの？いい。どうしたら取ったから。てかもうすぐそこじゃん。帰ってきた。あーっと。いけ、帰って間に合うんだ。帰ってきた。走る、ダッシュ。俺も謎のレスラー、はい。えい。あれ？どこ、ここ。北を防衛しろ。なんか、素敵な武器がありますよ、ここにでも。北を防衛しろ？ロケットランチャー？うん。あ、これか。ん？えい。
私もともとロケラン持っとるけどね。もう光線、ああ、もう光線的だったんだよ。これか。おお。うわあ。うわあ、何これ。えらいことなってない。みんないなくなったよ。あ、来た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 。バカプレンデ。えい。そう、俺の高級グレネードランチャーが、あいだ。これどこで補充すんの？あるやん。つい無言で。ねえ。ねえ、楽しい。あ、なくなった。あ、違う武器なんやん、グレーニングなんとかと。え、ビオラを。え、あ、ロケットランじゃなくなっちゃったよ。あ、支援しろ。うん、次、あちあちあ、めっちゃ弱っとるよ、ほら、ビオラ、ビオラ、ビオラ待てー。ん？あ、めっちゃ、どこ？ドーン。上下、あ、どこ？横横横、そこそこ。あ、ここか。俺の。あ、あなたがあれなんかなと。あ、ビオラ、この子か、双子の。うん、見て見て、メメたちの、ほら、吐いたたち。こんな感じの子たち。あれこんなんやったっけ自分の仲間。こんな子ですよ。何言ってるの？南を防衛してからやった。今、え、何をしたん？カジ、一瞬で。え？ちょっと撃ってみただけよ。もうほとんどの敵いなくなったじゃん。なんか、誘爆というかして。まあ、怖いね、あなた。もうロケラン私持ってないんですけど、そうや、火炎瓶無限やから火炎瓶投げちゃえ。いけ、ちょちょちょ、痛い、いけ。カイティ爆弾無理やった。見て見て見て、カイティ見て見て、最後の必殺技、はい、部下爆弾。ひどい。スナイパー始末しろだって。ちゃんとしてね、始末。はい、任せてくれ、部下爆弾。いっそスナイプめっちゃ効くよ。これでは届かんか。ここにスナイプあるんだけどね。もう私も倒すよ。もうなんか、変な人がここに。何が面白いよ、今。いや、本当だよ、この子が。あなたと区別つかないんだけど。つくだろう、こんなイケメンと、そんな、大したことない部下じゃん。大したことない部下。イケメン？うん、イケメン。今イケメンじゃない、イケレストラーで。ああ、そう、うん。なんちゃってレストラーでもいいけど。うん。同じことしてるし。ちょっと。もう取れるんかな。武器取れないよな。取れないよね。うん、うわ、めっちゃ撃ってきよる。やばいよ、これ。めっちゃ敵来てるよ。あ、ロケランまた復活したかもしれん。ドーン。ほんま、俺、このロケラン復活しないわ。ドーン。あれか。戦車か。イェーイ。アイタツー。何でしょ？アイタツー？アイタツー。ハイタツーみたいな感じのことだ。わぁ、なんか。レーザーみたいなの撃ってくるんや、あの子が、多分。怖い。腰が引ける。あっ。なくなっちゃった？なくなっちゃった。そう、俺もそ、ないんだよ。グレネード。どうすればいいんだろう。援護射撃でピアースを、援護しようって。へぇ、新しいおもちゃだって。あいつあんな状態で車で行ってるよ、突っ込んでるよ。見てなかった。え、ほんまや。え、あの、暴れてる子がピアス？そうそう。あいつ勇気あるなぁ。ちょっとエレベーターで降りるよ、頑張って。はい。また。えい！メメカ発進！いえ！うい！どこだ？ピアス。お！あれ？あ！死んでしまったやん。開いたー。これどっから始まるんだろう。どっからやろ、ね、北防衛しろからや。めっちゃ最初？あ、違う。あれか。おー、援護射撃で。今のうち撃たんといて。
よし、頑張れ。守ってやるから頑張れ。あの選手はめっちゃ動きええで。えい。よし、ピアスがやられる前にエレベーターへ回帰。早く早く。はい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 。早く。はいはいはい。急ぐで。めっちゃ俺の部下が玄関に張ってるんだよ。気持ち悪い。え、ほんで？何やるわ。さあ行こう、見せてやるって言ってるで。戻れ、戻れ。戻れ。忙しいね。なんだろう。一瞬今何やってるかわからんかった。帰って戻ってあげるで、はい。戻ったよ。何これ、どういうこと？え、また防衛しろ？うん。空爆やって。どういうことだ、ちょっとやってみようか。うん、じゃああの車めがけてちょっと書いてやってみて、はい、開けます。これなんかでもレーザーみたいな、私あれやで。俺も出たよ、はい、レーザー、はい。え、これ何？どういうこと？おおおお、わわわわ、レーザー照射してたら空爆できるよ。え、書いて今めっちゃ目の前爆発してない？この満タンになったりってこと？メーターみたいなのじゃないですか。そうそうそう、メーターもあれして手離す。あ、危ない、危ない。なんかこの世界すごくないもん、ここ。でもこれいいん、こんなところでして。あ、このビル耐震性半端ないね。ねえ、揺れるもんね、画面が。ねえ、めっちゃ俺会議にターゲット合わせたわ。やめてよ、空爆されたくないよ。非常に落ちてくるところだって今。すごいね、空爆しすぎやろこれ。普通にさっき人歩いてましたね。大迷惑だよね。うん、あれも戦車とか持ってきてるけどさ、今次第ですね。ひどい。いや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 、飛行機向かってるとか言われたら、その飛行機飛べないだろう。そうなんだね。え、来たよ。あ、めっちゃ来てる、上。おー。そう、ほんまや。あ、味方も来た。あ、倒すすぎる。えらいことになってる。おー。破壊しろって言ってる。うん。一台今破壊しましたけど、飛行機。てか煙でもうなんか見えないよ。もう一機来たっぽい？何来た？来た？うん。あ、来てる来てる来た。じゃあ俺左行くよ。うん。えい。あれ？おー、出た。おお。わあ。うわ。画面がすごい派手だな。死にしたい。展望デッキ。人の家にただで不法侵入してるやつ、許さねえ。知るやつ。知るやつ。はい。謎のレスラーが、めっちゃお仕置きしてやる。せーい。またどうせ飛び込んだんだろう、そんな掛け声するってことは。うわ、敵強っ。あ、めっちゃ吹っ飛ばされた。ちょっと後ろにいるんだよ、私が。ナイス、覆面レスラー、嫁レスラー。レスラーじゃないし、私。なんで、こんなかっこいい、うん、踊らんでいいから。あ、来た、防衛しろって言ってるよ、早く。ダメだって言ってるよ、早く早く。ちょっと待って、あ、もう敵いっぱい入ってきてる。いけ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 、登るぜ。はい。こちら喧嘩売っといて、ものすげえやられとるやん。ショーンディー。ショーンディー。何でおらんよ。えい。お。お。もうなんか、必死であまりストーリーを追えてない。ボスやん。あ。Not gonna happen.
おお、ちょっと見てしまうね。うん。まあこれがね、こういう悪い人が出てきたっていう。うん。ショーン・ディーまたはタイプだ。そらもうもちろんこっちに決まってるやん。へえ。そっちなんや。オイルやって。よし、行く、正解機行くんだ。そんな、おお、めっちゃ土煙出てたね。俺らの本拠地のセインツエイツ、この建物もしや、あっ、プルッキーマイハウスがひどい。I see congratulations are in order, commander. Not quite. The Saints are still alive. プール付きの家なくなっちゃった。I need leverage on the Saints. Bring in the target for questioning. ターゲットを捕まえろやって。なんかすごい大ごとになってきてますね。あれ、こいつ。ショーンディ？ショーンディやね。うん。おー、でもクリアした。ねえ、話がどんどん来ましたね。盛り上がってまいりましたね。はい。ショーンディを狙う今度敵のボス。あ、ジョッシュパークも仲間になってくれた。来たよ、ナイトブレード。この子あんまり嬉しくないけど。うん、むしろナイトブレード来たよ。ねえ、ナイトブレードね。ナイトブレードかっこいい。うん、というわけでね、まあ。ストーリーが終わって、今回どっから始まるんかな。あれでもこれアジト？あれさっき爆破されなかったんですか、ここ。ねえ。確か爆破されたよな。ちょ、帰って外出ておいてよ、じゃあ。外？うん。外ってどこの？下のビルの前でもいいよ、じゃあ。うん。エレベーターで降りればいいの？エレベーターで。ちょっとね、雨降ってる。雨ですか。いや、雪って雨かな。埃とかそんなんじゃなくて。すごい雨降ってますよ。しかもこの STAG の車がなぜかスタンバイさ。うん、来ましたけど、ビルの前に。こんなのね。とりあえずね、まあストーリーこんな感じでちまちま進めておりますがと。土砂降りや。ねえ。寒いよ。待て待て、今会議を迎えに。実は、カイジに隠れて、もう一個、メメのマシン、はい、キキー、何これ、メインメメです。メインメメカーです。私が作りました。また自分本でお色直ししてる？そうそうそう。これがメインメメキャラです。はい。見せて見せて、顔。はい。まあ、車かっこいいですね。え？そう、車のそばに立とう。はい、これメインメメキャラです。だって、これ、これあなた、はい。これメインのメメキャラです。ちょっとイケメンに戻してみました。コンセプトは、このオシャレのポイントは何ですか？コンセプト、ダークナイトで。なんか、ダサい。夜の価値が似合う人で。ダサいですよね。すごく。何でよって言うの？この、なんか、靴なんですか？靴っていうか、レッグウォーマーみたいなのとか。うん、足、冬だから寒いからさ、うん。なんか、おばちゃんですよね。おばちゃんじゃないよ。ちょっとたまにいる変わったおばさんですよね。ほら、かっこいいじゃない。後ろはいいですよ、長いこと。ほら。こいつ、乗りてもい、メメか。乗るん。このスペシャル。思いっきりガラス割って乗ったって。あなたの一番の時は。いかが、ほら。早いっていうか、なんでこんなすごい、ぼやけるの？あ。ニトロ使った。ニトロ使ったらそうなの？そう。でもかっこいい車ですね、すごくね。でしょ、色頑張ってつけて。うん。中の人がちょっと残念やけど。いや、かっこいいよ。ピピチのオールバックやけど、中の人が。何？あれ？もうショックで飛び降りたいよ。なんてこったいって。とかね、まあいろいろとね、これびっくりすることができて。うん。やったからな。まあ、こんなこともできるんで、書いて、ちょっとお楽しみ。はい、お楽しみに。お楽しみにっていうか、まだハード、カメハメ走ってるけど。帰ってみてほら、矢印、マーカーついてほら。
ミミカーのそばに降りてくるのは？でまたなんか変な格好した小林。あなたの手下ちょっと。そんなことないよ。乗りたまえ。しかも、突き倒したし。ね。あの子はどうやって、徒歩で帰るの？あの格好で。あの子、エメカー任しといたから。そうなん。わりと。敵のじゃあもう、さっきのお返し。すごい船。空母みたいな。空母。ね。敵の本拠地へ向かって。ここにね、さっきの政府っていうか、STAG かなんかの。あいつらがここに多分いるっぽいからね。そうなん、うん、ほら、監視区域に入りました。いや、一気に5ついたよ。やだー。帰る。帰る、撃ってよ、早く、ほら、あの敵を。俺にはないよ、武器とか。あ、これで撃てばいいの、うん、多分。R で。沈めたれ。あ、こっちか。RB か、T じゃなくて。そうなんうん。よくわからん。監視区域があったりと。うわぁ、ちょっと待って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 。なんか、戦車マークついてるんやけど、どっから。いけいけ、撃たれてる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 。よし。よしよし。じゃ、とりあえずあの綺麗なとこに戻って、割としよう。なんかもう、いるよ。めっちゃ来てるって。あよく倒した。よく倒した。あっていうのもなんやけど。自分で撃っといてね。ねえ。夜の夜景を見ながらというね、うん。はい。こんな感じです。で、まあ話進めば進めるほどね、敵も増えたり、いろいろ乗り物も増えたり。あ、敵出てきてるよ、ほら。はい、出ました。はい。あれおぉ。あ、いや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 こんな感じ。倒したよ。えらい。どんどん行けるので。うん。皆さんも、ぜひ、あ、間違えて飛び降りてしまった。え？私。あ、待って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 。まだ乗るよ、乗るよ、乗るよ、乗るよ。え、乗れるん？あ、乗れんかった。ちょっと、ちょっと。あ、なんか私、あ、上上がっていった。え？ここにいるの？私だって、これって、私もう、まだ乗ってるんやけど。あ、操縦してんの？え？俺も行くよ。ごめんごめん、カイジ。カイジのとこ行くよ。えい。えい。ほら、浮いてるよ。えい、どん。というわけでね、最後水で終わりましたが、こんな感じで。ね。やれることが増えていくのでね。ね、まあもうちょっとで多分終わりっぽいんで。結構ね、終盤っぽい感じ、ね。終盤っぽい感じで。もう敵の攻撃も、ほら、こうやってレーザー飛んできたりと。ああ。すごいことになっておりますが、ね。ね。これが先どうなるかわかりませんが、こんな感じで面白いのでね、皆さんも遊んでみてはいかがでしょうかということで。はい。水の中から。新しいニューイケメンのメメトを貸しました、私を。これからもよろしくお願いします。はい。ね、お疲れ様でした。なんかボード来てる。お疲れ様でした。